今日はめでたい日だ。なぜなら、風の加護を受けた君の誕生日だからだ。誕生日なんだから、ゆっくり休むといい。ハッピーバースデートゥユー。あ、失礼を許してくれ。 このプレゼント気に入ってくれたかな今日はあなたの生誕の日でしたか私と城へ戻り全旗元の前で祝辞を読みましょう恥ずかしいからやめてほしいとそうですか誕生日おめでとうございます今日は一緒にお祝いをして 1一年で最も印象に残る素敵な日にしましょうそして来年の今日もまたお祝いをこうやって続けていけば永遠の幸せを手に入れることができますあ見つけた早く来てあなたのためにたくさん料理を作ったの <laughs> 無理に褒めなくていいよまず味わってからにしてよ 毎日冒険に勤しんで処理できていないことがたまっていませんか今日私はあなたの専属メイドですから全部私に任せてくださいそれとこの素敵な日に祝福をお誕生日おめでとうございます今日は何時の誕生日じゃったか御年の祝礼を今ここに迎え安田桜の命において 何時が求めんとするも何時が願わんとするもの良人のもと精神を持ってその加護を何時に与えうむこんなところかこれからも望むものを手に入れ万事が順調にいく良き一年になることを祈っておるぞもしこんな日にまでお祝いにかまけて油断していると。 誰かにつけこまれるなんて警告をしたらそれは無神経というものねとりあえず今日は思う存分リラックスしてちょうだいそうだ頑丈茶室で私が特別に用意した天心を食べてみないもちろん甘さはゼロでちょっとだけ辛みを加えた一品よ今日は君の誕生日ね 何か片付けて欲しい人や用事はある手伝ってあげてもいいわもちろん内緒でね誕生日おめでとう何ヶ月もの実験を経てやっとこの薬剤が完成したのはいどうぞこの生物飛躍3 9 1 6号はここ1年で最も美しい思い出を呼び起こせるのお 号じゃなくて3 9 1 6号だよ誕生日というのは記憶に残る日であり贈り物をして祝うと聞いたことがある世のものについて我は詳しくないだが銀河が輝く夜の空は今まで山で見たものの中で一番美しい。 主と共に誕生日を祝うため湖を凍らせて曇りない鏡にし浮かんでいる雲や星を目の前に映し出してみた気に入ってもらえたかそのお誕生日おめでとう最近新しいダンスを覚えたのあなたに披露するためにねえ なんだか緊張しているみたい気づかれちゃったみたいだねえっとこの気持ちと私の技術を組み合わせようとしたら振り付けがどんどん難しくなっちゃってとにかくいつまでも美と幸福があなたにあらんこと フライドフィッシュとあたしの特製ソースだよどうぞおい変なものなんか入れてないやあたしが本気を出せばおいしくできるんだから一口食べたら感想をちょうだいあうさ最初に言うべきだったにゃえっとそのお誕生日おめでとう誕生日を気にしたことはないな。 私がいたところでは誕生日は自分のためではなく母を祝うためのものだっただけどまあ誕生日おめでとう誕生日おめでとうございますはいこの袋をどうぞ中には困難を乗り越えるため力になってくれる助言が入ってますくれぐれも今開けないでくださいねこの先1年でいずれこの袋を開ける日が来ますから お誕生日おめでとうございます。何か予定はありますか？もしないのでしたら、一緒にワタツミ島でお祝いをしましょう。朝は日の出を見に行き、昼は海に潜って景色を楽しみ。夜は産後宮で散歩。雨が降っていたら、兵学を読む場所を探して一緒にケーキを作りましょう。とにかく今日は何も考えず。 この軍師である私にお任せください誕生日を楽しむんはあんただけやあらへんでケーキを送る人ろうそくに火つける人祝ってくれる人あんたが生まれたことをみんな感謝しとるせやから騒がしい方がええみんなに祝ってもらうんやさあおめでとうさ 準備はええかでっかい花火打ち上げるで誕生日おめでとう今日は君の大事な日だね君の願いを聞かせてくれ僕にできることなら考えようこれは上質な芸匠花で折った記事これはあなたの分であとこっちは妹さんが見つかったら。 これで彼女に服を作ってあげなさい。誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。ほら、この慰と特戦の手裏剣をあんたにやろう。気をつけて。うん、そう。そうやって持って。投げる前にきちんと角度の計算を忘れずに。 気に入ってくれたようで安心した。ああ、それと、決しておもちゃ扱いしないこと。こう見えて危険な代物だ。それから、もっと練習したければ、私が教えよう。いいところに来たな。では私も単刀直入に問うとしよう。誕生日に何か叶えたいことはあるか将軍様の大義に反することでない限り。 お前のために全力を尽くそう誠意の証として今日は願い事を5つしてもいいぞた誕生日おめでとうこれ私が準備したケーキでこれは指のキャンドルだこうすればいいってアンバーの手紙に書いてあったからああそそれからこれはお前へのプレゼントだごめん 誕生日会をしたことがないからこれで合ってるのかどうかは分からないんだ色々バタバタしちゃったなもし何かダメなところがあったら絶対に教えてくれよ来年こそもっといいものを準備してやるよ受け取ってこれはあなたへの誕生日プレゼント特別サイン色紙だよ <laughs> 新曲ができたら 真っっ先ににに歌ってあげげるるね誕生日おめででととうス本よ石石橋は戦争のの時岩神モラクがが投げたたた崩れた後にできたものだ誕生日に橋の上を歩き 両側の海にモラを投げると一年間安らかに過ごせるんだって。誕生日は年に一度だけだから、行きたいなら早く行きなよ。そ <laughs> うじゃない。本当本当だよ。早く行きなって。さあさあ、俺についてきて、君の誕生日はもちろん覚えてるよ。ほら盛大なパーティーを準備したんだ。 食べ物も飲み物もいっぱいあって君の友達もたくさんいるよ <laughs> 君が生まれた記念の日だからね一人にはさせないよ誕生日おめでとうはい薬草の匂い袋驚いてる前に言われたときにメモしておいた。毎日見れば これからも忘れないよ誕生日おめでとう今日ちょうど満開になった鉢植えをプレゼントするよ付属の栽培ガイドでも解決できないことがあったらいつでも連絡してこの鉢植えにはレンジャー蝶による永久保証がついてるんだ君の誕生日って満開になる花が多いから選ぶのに苦労したよ 来年はまた新しい品種をプレゼントするね誕生日おめでとうポケットを探ってみろよプレゼントが入ってるからさどうやったのかって <laughs> 傭兵のちょっとした持ちゲーさそんなことよりダンバド酒場にいい席を予約したんだ早く行こうぜん 安心しろ余談の他の奴らは呼んでないからあいつらが来たって騒がしく野ジを飛ばしてくるだけだろうしなせっかくの誕生日なんだ付き合うのは私だけでいいだろ<あ> <laughs> ほらさっさと行くぞ今日はお前の誕生日重要な意味が込められている日だ おお前のためにお祝いをさせてくれ浜辺で焚き火をして新鮮な魚とカニを捕まえてお前のために大正級の式さんを作ってやれ今日はあなたの誕生日なのですか宴を開くほどの力は私にはありませんのであなたには芝居を披露することしかできませんですがこの曲はあなたのためだけに歌います 何が聞きたいですかあなたが決めてください学びたい忍術があるのか教えてやってもいいが、説ができるものだけだぞんなぜ今日は寝てないのかってああ、まだ眠くないのだしかも今日は特別な日 寝ててしまっっはもったいないな誕生日おめでとうと摂自身の口から言いたかったのだ今日はお前の誕生日だろこの表彰の花をやる僕が作ったんだ妖魔に遭遇した時にこの氷の花を投げれば僕が施した呪術が発動してお前を助けてくれるはずだそれと。 誕生日おめでとうめでたい日だ今日は心から楽しめるといいなうむ今日があなたの運命の日ならこのわたくしも見て見ぬふりはできないわねさあ言いなさいこの腐った世界であなたの短い人生の中で何か叶えたい願いがあるなら この私に言いいなさい、ええ、たとえそれがお嬢様は誕生日おめでとうございますあなたがどうしてもというのなら王子おだまずお黙りさあ船に乗りな時間を空けておけとみんなに言っておいた食事も用意した今日はあんたの誕生日あんたが親分だ <laughs> さてどこに行きたいはい どうぞお守り誕生日プレゼントよ作るのに結構時間がかかったからなくしたら許さないわよ今日はお前のずっとずっと前の今日にお前生まれたお前と一緒に楽しみたい今日一緒に憎く今日はあなたの誕生日だね 風習に従ってこういう日にはチャンソーミーを食べなくっちゃようよ CJ から教わったんだほら麺が丸々一本、1然途切れてないでしょそれに丸い丸い卵も入れておいたんだ <laughs> 早く来て熱いうちに食べましょうこれからの1年、あなたが健康で。 円満な日々を送れますようにお誕生日おめでとうございますあなたは過去のいつかの年同じこの日に生まれたんですねすっごく素晴らしいことですところで何か望みはありますかもし危険な場所に行きたいのなら私が旅のエスコートをしてあげますよもし少し休みたいということでしたらア R 村に来てください 最高の焼いたお肉とドリンクをご馳走しますお誕生日をおめでとうこれをやろう各国の法律についてまとめた資料だお前はこれからいろいろなところを旅するつもりなんだろう事前に他国の法律を知っておけば何かと助けになるはずだあーいやだからといってそうすぐに覚える必要はないぞそんなことしたら私がお前の役に立てなくなるではないか 誕生日おめでとうあな見てみろあんたのために特別に作った刺繍だフォンテーヌの人形を参考にしてあたいたち2人を模して縫ったんだ最高に可愛いだろなんだよその目は値が刺繍できるってそんな変なことか誕生日おめでとう新たな一年が最高の幸運に恵まれますように 安心しろフーンは伝染しないぞ俺がいる限りフーンはお前の方に行かないからな <laughs> 誕生日おめでとうほらこれあげる私が作った特製ウサギ伯爵だよ安心して特製なんだから爆発なんかしないよ誕生日おめでとう俺は常々人々は生まれた日を祝うことに。 不必要な情熱を注ぎすぎだと考えているそれに費やすエネルギーを日々の生活をより良くするために使う方が現実的だと思うんだ君はその点まあまあよくやっているどんなプレゼントが適切かわからなかったから特別ルートで申請書を通すチャンスを一回あげるよここういう時は何と言ったらいいんでしょうえっと 今日は最も特別な日です最も賑やかで最も盛大な方法でお祝いしましょうあなたのためにあまり知られていない美しい風景がたくさん載っているモンド絶景観光ガイドも用意しました今日から来年またこの日が来るまで毎日が幸せでありますように今日は願い事を一つ叶えてあげますわ何しろ 私はよろずやドリーですもんの遠慮なく行ってみてください何か欲しいものはありますあ、一応先に言っときますが一生使い切れないほどのモラが欲しいうんとかはダメですのよお誕生日おめでとう君に特別なプレゼントを用意したわ普通の明かりに見えるけど 雷元素をちょっと加えれば長時間光るのよ明かりが必要な時に使ってねよく考えたのだけどあなたの誕生日を祝うには少なくとも過信短祭くらいは盛大にやらないとえ大げさですってでももう準備の手配も済んだし行きましょう一度きりでもいいからきっと満足させてあげるわ このポケット成番をあなたにあげる過去から未来まで人類の運命を見つめてきた星々がまなざしをあなたに分かち合い共に砂漠や海を越え追い求めるはるか彼方の終着点まで同行してくれますように誕生日おめでとうお前におもちゃを作ってやったぞほれ受け取るがよい これには小さなギミック装置が詰め込まれておるここにボタンとスティックがあって横にホイールもあるぞ手の上で適当に遊ぶとよいもし壊れたらわしが直そう子供扱いしてるじゃと冗談言うでない喜びと安息というものは大人も子供も関係ない誰しも必要なものじゃ 今日は君の誕生日だったのかおめでとう誕生日はとても大切な日だそして一年の中で最も家族が恋しくなる日でもある今日一日君がご機嫌で過ごせますように